は近くの喫茶店で行われている大正ロマンをテーマにしたイベントに来ています。どうやら袴を着て当時の雰囲気を味わうといった趣向のようですね。しかし先ほどから妙に視線を感じるのはなぜでしょう。どこか私におかしなところがあるのでしょうか。ただ席についてお茶とお菓子をいただいているだけなのですが、え、袴がとても似合っているからですか。そうなのですか。自分ではわかりませんが、ですが和服は普段から着る機会が多いので袴姿も馴染んでしまっているのかもしれませんね。先ほど外国人の方が写真を撮らせてほしいと頼んで来られたのもそういうことだったのでしょうか。自覚したら急に恥ずかしくなってきてしまいました。あの、もしよかったら私と同じテーブルに座ってもらえませんか。あなたが一緒にいてくれれば周りからの視線も少しは気にならなくなると思いますので。